はい、どうもこんにちは、ドクターベノブです。今日は、元を使ってアモングアスをしていきたいと思います。役職は村側が占い師1、シェリフ1、霊媒師1です。人狼側、インポスター側がヴァンパイア1、今回は眷属を指名可能じゃないです。なのでただのヴァンパイアですね。眷属は作れません。で、クリーナーとイビルゲッサーがそれぞれ入っています。そして第3陣営はヨーコです。一緒にやるメンツはトムと、タボンとその他のみんなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。憧れんだ、くんさんに。じゃあ行くぜ。毎回挨拶考えるの大変だよな。そんな考えないよ。取れてる、ちゃんと取れてるか。毎回心配になるんだよね、これ。タボン食何も聞いてね。キッチン脇。あ、そっか。こんにちは。久々すぎて、俺な、俺どんだけ喋れんのかわかんない。あれ、役職なんだっけ？松田さん、役職なんだっけ？なんだと思う？あ、さあ、よし。いや、これで俺を噛むなよ。俺はメイン視点だぞ。噛むな。これ、メイン視点バリアです。あ、かわいい、かわいい。え、皆さん見てこれ。あ、ほんとだ。かわいい、かわいい、かわいい。いや、これだったらもう絶対みんな自分とすれ違ったらわかるっしょ。これマジメインして何していいんだろう。まあとりあえずアーカイブ見るか。まあそうだね。アーカイブを見て、ちょっとヴァンパイアの炙り出しを。これトーマスくんがなんか始めるんだけど、あいつトーマスくん。ちなみに今回開示してませんけど、ヴァンパイアのキルタイムちょっとずらしてあります。ほう、なるほどね。上にナッシーのがいたわ。くん、声聞こえる？あ？声聞こえる？何？聞こえない？あ、なんかね、途切れ途切れ。ないしか聞こえなかった。あ、聞こえた。あ、聞こえない。今聞こえる？今聞こえる？これ聞こえる？今聞こえる、今聞こえる。あ、聞こえる。あ、じゃあいいや、オッケー、ありがとう。見えるんだよね。あー、今ここ進んだら俺、死ぬ気がする。このゴッドアイで見えてます。上に行きます。誰とも会わないな。アリバイが取れないな。ほう、あー、ベノムイニー。あ、いいや、こんにちは。こんにちは。タスクとか知ったこっちゃないわ。タスクとか知ったこっちゃないわ。あれ、はい、コノじゃね、これ。あれ、コノじゃね。何が？長月が来て。ほう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 。そろそろ死んでそうなんだよな。いや、ちょっと待って、ちょっと、お前だろ、おい。おい、ヴァンパイア、お前だろ、おい。来るな、来るな、来るな、来るな。ちょっと待って、この中にヴァンパイアがいる。マジ？この中にヴァンパイアがいる。じゃあ、押そうよ、じゃあ、押そうよ。この中にヴァンパイアがいる。俺の目、かっこよくね。俺の目かっこよくね。かっこいいかどうかはわからない。光ってはいるけど、かっこいいかどうかは、うん、かっこいいよね。まあ、かっこよくは。俺は分かってしまったが言わない。あえて言わない。あ、死んだ。あ、誰だ。この中にヴァンパイア。死んでる。トノさん。助け合ってた。トノさん死んじゃった。トノさん死んじゃったね。これね、アーカイブの中に一人映らない人間がいました。アーカイブ誰？アーカイブにいるのは俺とイインと長月です。まあ、でも長月さん、3人でアーカイブ分けで出入りしてもらおうか。あとの方も入ってきたから。僕最後の方から入った。タボンが消されてる。自分じゃない。まあ、俺はもう誰だか分かったけど、長月は誰だと思う？え？あ、ダメだ、ダメだ、長月、ダメだ、長月振っても話広がんね。やべえ、どうしよう。イーさん誰だと思う？いやー、でもね、長月さんいつ入ってきたかがタイミング分かんなくて。うん。いやでもこれタボンのキル詰めてもいいんじゃない？タボン死んでる。タボンっていつ死んだの？かわいそうだろ、初めて。確かに今日初めてのプレイなのに。タボン殺すのやばいってこいつら。初めて。誰だよ。クリーナーに消される。タボン大抵だろ。タボンがどこ湧いたか分かる人いる？はい、分かります、分かります。タボン、僕と一緒に湧いたね。そう、僕とタボンとマズラさん3人で湧いて、僕がメインホール側行って、マズラさんがエンジンルーム左側通信室側歩いてたのかな。で、そのタイミングでタボンずっとエンジンルームで動いてなくて。ほう。誰も出ない。あれ、宿舎前とかで湧いた人は、右で湧いた人は違うと見てる。あ、これはなんで、うん、ちなみにナッシーはキッチンで朝日くんと湧いて、今コックピットでタスクとかやった後に分かれてトムと合流した。あれ、そうだね。最終トムと一緒。アリエヌもいたよね。これもいた、俺もいた、うん、いた。オッケー。あ、ナッシーコックピットとか左側にいる人がカメラってことでしょ。うん、
もうバンパイア釣っちゃえばいいんじゃないの。今回はとりあえず俺は、まあね、俺はイギンに入れるわ。とりあえずね。あ、俺なの。とりあえずね。なんで？なんで？ベノム。じゃあまあマガツキさんとベノムさんがじゃあ来てくれればいいんじゃない？あれ、これ投票終わった後結果出るんだっけ？出ません。いや、わかんない。出ないですか？出ないか。霊媒師の方と。ちょっと怖いな。霊媒師いるんでそのために。あー、なるほどね。他の人はアーカイブさ見てなかったの。ヴァンパイア。多分ね、俺とイギンしか見てなくて、俺は気づいてしまった。いや、これ正直言うと僕ヴァンパイアです。あのベノムさんの隣にヴァンパイアでずっといたら。びっくりした。マジで。お前じゃねえか。タボン殺しも詰めれるかな。やっべ、めっちゃトロールしちゃった。こいつやべえ、びっくりしたマジで。ヴァンパイアさん、あれ？あ、出る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 。設定が。血の跡がちゃんとある。もう私隠しろと。まああんま見る意味ないんだよな。あれ、これ役職出てる？出てないの？あ、確かに。死んだ後、あれだ、紙してんできない。あ、どうするんだ、うまさん。うまさん、俺のうまさんを全力でサポートするよ。何これ、これどういうあれ？待って待って待って。何？うわぁ、マジかー。ベノムさん視点まだ死んでたんじゃない？え、引く？貨物からラウンジ来ずに下ぐるっと走り回るの？なんかタスクしないの？浅井くんあれじゃない？人狼仕草じゃない？さすがに、こんな無駄なことしなくない？下からわざわざ回ってくるのなんか、ちょっと気な臭いな。なんてんだこいつ。こいつ絶対なんかの陣営だろ、こいつ。なんか聞こえた。から診察、あの時間、うん、なんか臭いな、朝日くん。あ、ベノムさん。はい。今日僕占い師でベノムさんを占ったんですけど、無駄にしちゃってと。バカ野郎か、お前。いや、あんな出ると思わなかったし、いやだから出るか聞いたんですよ。てか長月分かってるもんだと思ったわ。いや、なんかだって分かってない、僕来たのは後の方だからどういう状況か分かってないって。ああ、まあしょうがないね。まあ、長月は伏せといてもらってです。え、そんなことあるか。直しに行くか。光らんかった、光ってないか、気のせいだ。やっぱりな。ほら来た。やばい、おい、天才かもしんない。俺天才かもしんない、マジで。あ、ここまで、いや、これ誰かやってくれよ。ありえぬ。あー、閉めちゃまずいか、ここ。よい、うまさん出れてない。うまさん頑張れ。うまさん俺だすぎだろ、ごめんって。全然治ってないぞ、これ。朝日だよ。向こうにはアリエヌと長月がいる。やばい、普通に間に合う、間に合うか。いや、向こうはアリエヌと長月いるから。あね、じゃあ大丈夫じゃない。待って、もしかして誰もやってくれない感じ。あ、これちょっと行った方がいいかも。あと何秒？あと何秒これ？大丈夫？おぶねー、おぶねー。秒数わかんない。あ、危なかった今。ってかこの流れ的にさ、結構どっかで死んでるんじゃないの、この時間。さてと、誰か死んでるかな。うーん、怖っ、もう怖っ。入れないわ、もう正気保って。直します。噛んでくんねえかな。なんかこもりすぎてもあんま強くないんだよな。どこ行ったのってなったらおかしいことになるから。裏の事情話していいかな。あれ、今日初めてタボン君がこのゲームに入ったんだけど、あ、タボン君これベタークルリンク入れてない説ない？あ、空気読めねえ。あ、空気読めねえ。あー、空気読めない。あー、空気読めないわ、ほんとに。兄弟は空気が読めない。最低だわ、ほんとに。あのさ、あの、やめて、もう全部聞こえてんだよ、それ。え、このさ、遠くから聞こえる声ってのは何なの？すごいよね。待って、僕あと20秒ないから。あ、そう。
俺いつでも使えるべ。馬沢さん聞こえてたら咳払いして。危ないですね。ねえねえねえトム。危ないですよ。はい、おお攻める攻める攻めるね。これ以上これ以上見た方がいい。これ以上見た方がしっかり。お前大丈夫？あの陽子いるからね。あんま噛みすぎるとやばいぞ。まずい気がします。陽子いるからね。そうなんだ。うんうんうん。ピンポンパーン。ベノムの方の死体かな。電気室の、右側、診察室の扉前。あ、いぶられてんな。割と消されてじゃない、トムとヒマジンが消されて、ベルムドナッシュの死体が上がってるって状態なの。リアクター左側を直すときにベルムの声は聞こえてた。その後、メインホールでタスクやって、電気室行ったらしいんだよって、ね。え、リアクター左側？左側で声は聞こえてた。右か左にいたかは知らない。リアクターに右が直したの僕なんだけど、ベノムさん来てたのかこっち。あの人アーカイブからシャワー室の方向かってって左側多分行ってた。左側来てると思うよ。左側は俺とトムかなって直してたはずだから。で、あと今左側4人ぐらいいたはず、ね。え、これ、殺されたらインポスターの任務でずっと叫び続けたの。俺もそれやるわ。やろうやろう。えでも俺とヒマジンさん噛まれたらあれじゃん。一人のインポスターずっとあーっ全力で叫び続けたろ。でそのちょっと前に通信室あたりで最悪トムと会って朝日くんと朝日くんマサくんもう本当にもう息潜めてるって感じですよ。こいつらさ喋んないと困るよね動画的にも。何も情報落としてただの遊びだと思ってるのかな朝日うまくなって左下にいる人たち聞こえてたら面白いな。俺や俺ベノムさんの村やったってなんかもう厳しいっていややっぱ圧かけていかないと殺された恨みを持って圧かけていかないとね。ベノムさんずっと怒ってるみたいに喋るんだもん。ちょっと前に通信室あたりでトムと会って、トムは多分コックピットか武器庫のあたりかなんか多分行ってるので、ね、エンジンルームの方には来てないの、うん、トムとかをやれるのはその左下にいる人たち、武器庫コックピットキッチンあたりにいた人たち、うん、じゃないかなって気はする。適当に釣らなきゃじゃない、うん、これ。でも、でも釣ったら、ね、それがない。でも一か八か。あ、もうダメか。うまずらなんか一票入った。普通に危なくね。てかもう村勝ちないよ。ヨーコいるし、ヨーコとニジンも生きてるから無理だよ。いずれにせよ。一歩押した人だよな。とりあえず電気直しにかかるマズラさんが白だと信じていくわ。あ、電気どこだ？電気どこ？これ電気。朝日くん、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 咳ばらして。ん？聞こえるぞ、こいつ！うわぁ！ん？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 何の声？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 あ、何？何の声？え？違う、これタスクじゃん。え？あれ、ビンドウだ。長月さんはビンドウ？かわいい。いや、長月さん今必死に直そうとします。おお。いけ、いけ長月いけ。おれ、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 よーよーこ見えた今よーこ見えたぞ俺。え、え、え、なになに俺殺されないの今のこのタイミングで。もう殺されると思った。いや、直月さん俺と朝日くんは一緒にいた。うん、あ、はい、僕ピンホールでこれってさ、うん、ヨーコ1、人狼1、市民1って残ったら、もう、あの、ヨーコの勝ちだよね。そうだよ。私、走らします。人狼です。馬面が人狼？どうしようかな。いや、私は、長月に使うよ。マジライフルを構えて、あー！長月が死をあることが分かってしまった。いやでも、長月さん無理だわ。長月はヨーコじゃないってこと。ヨーコじゃないって。で、しかも、人狼ですらないんだよ。なるほど。ああ黒だったら見てるから。だから長月が釣りたい人でいいと思うよ。僕が釣りたい人？うん。多分、村だと思うから、黒ではないが、絶対に。ヨーコ狙いで撃ってると思うから、多分まだ黒は、ヨーコ分かってないんだよ。全然分からん。全然分からんけど、今、黒がいて、ヨーコもいるんだよ。え、黒1いるのかこれ。1いる？いなきゃ終わってる。そうだね。いなきゃ終わってるね。
さっきのターンで言うならトムとヒマジンを消してる人、ね、黒朝日くんだと思うんだよな。黒朝日くんで、トマス君だよね。じゃあアリンさん行きます。アリンさん行きます。違うな。これどっちしろ投票しても意味なかった。ああ、長月ってこういう男なんだよ、知ってる？みんな長月ってこういう男。二択を外して生きていく。そう、それが長月。これどうすればいいの？これどうすればいいの？俺、わかんない。あってなんだ。緊急会議。何でもいいから、黒がキツネかどっちか決め打たないとダメなんだよ。え？あつきもお前しかいないんだから決めて。じゃあ、俺で行くの？どうすんの？ちょっと待って、きついな、これ。お前が決めろよ。冒頭の審査室。村つったら、黒と村とキツネでキツネの勝ち。キツネつったら、多分黒の勝ち。で、黒つってもキツネの勝ちっていう状況。選べよ、長月を。何っていうのもまだ分かってないけど、長月が決めて、何を勝たせるか。お前の選択で。何を勝たせるか予想で予想が当たってたら、長月の勝ちって思えばいいじゃん。一人陣営、長月の。もうあとそれしかないんだよ。僕目線、冒頭、ベノムさんが生きてた頃のいいバイタルあたりで、朝日くん立てて、朝日くんの動きが怪しかったから、僕は朝日くんがインポスターだと思ってて、うん。で、ありえねかトーマスがキツネだと思ってるんだよな。いやまあまあ消去法的にそうだな。あと61 60 59 58。早くどっちがキツネか、どっちがキツネか、どっちがキツネかまでいいから早く当てるやするのか。じゃあキツネと思ってアリエヌさん、ゴールインしろよ。はい。アリエヌね。アリエヌで。あれ俺ね。大丈夫これ。いいよ。大丈夫ってさ、答えた後に言うのよ。どうでしょうか、長月さん。ああ、長月の賭け、見れるね。あら。あれ2分の1も2分の1 もう占い師だから、もっと占い取っとけよかった。まだ能力残ってる。いや違う違う、ベノムさんに使っちゃった占い。あはい、ということでトーマス君の勝利。あーマジか。残念だったね、長月。しっかり間違えていく。あー長月という方法、確認がオンになってるからオフにしない、オフにしないといけないのか。これでそうじゃあもう一回やります。ベタクルブレイク大丈夫かみんな。これ僕喋ってます。はい、喋ってる大丈夫。オッケーです。インポスターだった時天の声聞こえたんだけど、あれ何？使用です。それ使用です。あの今回の使用です。殺された妬み恨みをずっと聞き続ける。クルには聞こえないのあれって？聞こえない。あー、なるほどね。天の声が。気まじんすげえうるさかったなマジで。俺はいつもここ。俺思考が左側だからさ、やっぱ左に湧いちゃうんだよ。お、タボン。タボン？はいはい。オッケー、赤なんだ。喋れてます？喋れてる、大丈夫。あー、よかった。大丈夫、長月と違って喋れてないとかそういうこと言わない、私、タボンに対しては。うわぁうわぁやかま、あれ？1,2,3 よし、ここで、これ、ヴァンパイアを詰めるぞ。ここヴァンパイア、これヴァンパイアじゃない、これヴァンパイアじゃない。ノットヴァンパイア？ノットヴァンパイア。ノートン。なし？一緒に動こう。いいよ。何？これさ、よくわかんないんだよね、ルールが。とりあえずタスクすればいいんだよね。嫌いだ、兄さん。あ、コナさんの声聞こえてたって言ってくる。あれ？コナさん元気だね。ヒマジンが無言だ。ヒマジン？あ、通信妨害ってそういう能力があるのか、これもしかして。あ、これ通信妨害で喋れなくなる。通信妨害で喋れない？そんなのある？いや聞こえてたよな、声。あの、わかんないけど。ベノさん。はい。なんか、ヒマジンさん通信妨害中声聞こえてたみたいなこと言ってるんだけど、これ、まさか。おまさか おまさか、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとう、一枚。いや、一応に堂々とスパチャを読んでいく。これもさ、誰かさ。誰かあれのやつじゃないの今の流れで。え、見えてた、なんか
いや、違う、あんだけ大人数いたらもう誰か死ぬでしょ、これ。あーね、ちょっとあれバイタル見に行こうぜ。あ、誰も死んでないのか。まだ死んでない。本当だね、このさ、赤を黄色信号で動くのやめない？いいじゃん、いいじゃん、信号機でいいじゃん。さあ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 、てと、あ、まだ誰も死んでない。え、マジ聞いてもない。バンパイアキルも起きてないってこと？何にも起きてないね。人道悠長だな。あ、死んだ、アリエル死んだ。オッケー。あ、死んでる。え、いる、死んでる、やば。あ、ないです。え、今、あ、3秒前ぐらい、3、4、5、アリエルさん死んでた。あ、バンパイアかな、これは。バンパイアっぽい中で。どこだろうな。どこですか？エンジンルームと、エンジンルームの間の、ここでナッシーと一緒に作ったね。タボン、ナッシー、トム、ね、ナッシー目線、トム、タボンの中にバンパイアいるかなって感じ。ほう。目線だとナッシー、タボンかな。なるほど。ただ、アリエルさん最後の方に合流してったから、うん、ね。他の人につけられた可能性もまああるけど。他の人のアリバイ取りたいな。確かに。アリエルどっちから来た？N さん、エンジンルームのところら辺で上から来たんじゃなかったっけ？宿舎前通路側から来た。宿舎前通路から来たんだ。はいはい、はい、だから上から上にいた人もちょっと怪しい。だとすると、まあ、コノと長月はとりあえず無理。その上から来たと、あと俺らも無理。朝日くんだっけ、もう一人。朝日くんがいた。朝日くん、イニさん、俺らも無理。そうだね。で、トーマス君と馬面が、俺はルートで言うと、通信室なる、通信室行く、で右行く、メインホール暗室、電気室診察室、この見る、で戻る、電気メインアーカイブラン。まあ、いけない時間ではないと思うな、診察室から。マズラは？僕はね、多分ね、メインホールでアリエヌと会ってないんだったら多分無理だと思う。僕はコックピット周りで、コックピット通信室前通路、武器庫、キッチン、セキュリティで今カメラ見てる。アリエヌのバンパイアキルを追うんだったら多分無理だと思う。宿舎からエンジンの方行ってて、でまだメインの方来てないし、会ってないし、で最終時刻ラウンジなんで。アリエヌバンパイアキルできるんだったらさ、僕かあのタボンとかトムとナッシーのあそこら辺なんじゃないの？そう、それはその一番黒い一番その、うん、ナッシー、トム、タボンで3人固まってて、村がいるんだったらそこら辺から。トム、ナッシー、タボンに役職いたら出てほしいかな。俺がシェリフです。言わなくていい。言わなくていい。確認してきてほしい。イビルゲッサー空気を持て。イビルゲッサー空気呼んでくれるよな。こういう時は、あ、役職ありますだけでとどめとく。ナッシー、タボンから。その時に、手だけ合わせて。じゃあ、トムか、ナッシー、タボンどっちかっていいよ。いや、そうそう、この目線多分どっちかと思うから。特に進行を握らすのも良くないよ、これ。あの、ナッシーでお願いします。はい、じゃあナッシー釣りまーす。ナッシーでよくない？まあまあまあ、釣らなくてよくない？あ、ナッシー、あー、バレた。まあ、ここからどうするかだよな。トムまで、トムじゃねえや、トム、タボンまで釣り切るかどうか。あー、ここら辺で噛んでる。死んだのがここで、あ、確かになんかっぽいな。見る？俺のペット、これ、はい、かわいがる、はいはい、ごめん、赤目見てるからちょっと何やってるかよくわかんない。かわいがる。ここ3人はヴァンパイアじゃない？じゃないね。かわいがる。タボン連れてきたらいいんだよね。確かに。かわいがる。聞こえますか？はい、あれか、俺トムとタボンの声聞き分けられてなくて、俺タボンがシェリフだと思っちゃった。いや、俺も分かんない。なんかトム決めていいよってベルムが言ってたから、あ、トムがシェリフって言ったんだって思った。え、やばい、分かんない。待って、俺、あれだ、トムに話しかけてこよう。トムに話しかければ全て分かる。バイガイ。何やってんのこいつ、何やってんのこいつ。バイガイ。こいつ何もしてないから、普通になんか妖狐かなんかじゃねえの。何もしないと普通になんかおかしいからな。あ、そうだよな。あ、クリーナーか。タボンちょっと来て。タボンこっち来て。あ、はいはい。何でしょう。ちょっとアーカイブに。よし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 。あ、3人映ってる。これナッシーだったんだ。お、タボンバンパイアじゃない。ナッシーだったんじゃない？ナッシーでいいんじゃね。あ、ナッシー多分バンパイアっすよ、あいつ。あ、そうなんだ。そんな感じしてた。そんな感じしてた。ね、ナッシー。ゲンヌさん、ナッシーさ、俺をさ噛むとさ毎回死んでるよね、ナッシー。やっぱ俺たち相性悪いよ。そうなんだよね。
むずそうね、アリーヌさん難しいんだよ。なんでだろうな、いつもバレる。なんか人間関係で誰か死んでる。死んでない。あ、嘘ついてる。こいつこの死んでるやん。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと誰か死んでる。え、あの、この死んでます。あれ、このクリーナーで消されてます。長月が今嘘ついたぞ、こいつ。あ、タボンか、赤いの。あれ、タボンも赤い。タボンもちなみに赤いです。マジか。直し。これ直し。あと、お。で、いや、死んでます、死んでます。コノが死んでます。コノが死んでるらしい、コノが死んでるらしい。おお。あと、タボン。え、ちょっと待って、これ長月だろ。色の。お前、え、タボンさん死んでる。これ長月です。え、なんでよ。さっきセリフって言ったの誰？トム？タボン？どっち？あ、トムじゃない？トムです。あ、トムか。で、俺とヒマジン、え、ヒマジンか、これ長月だよ。長月さんだと思うよ、俺目線。いや。なんでかっていう、まあなんでかっていうと、俺ら診察室に行って、ギリギリまでいた。で、コノが死んでることに気づいたのね。はい。で、タボンもいたのよ、その時。で、俺があの照明直そうとして。俺らも死ぬに上がってた。で、長月暇人が後ろにいて、多分死んでるから。占い師です、暇人黒です。以上です、バイバイ。バイバイ。お前、暇人さん、ビビるゲスターならワンチャンあるんじゃない。あー、トム抜いちゃおうかな。ビビるゲスターだったら使っていいよ、さすがに。さすがに使っていいよ。トム抜いちゃおうかな。別に長月のあれが晴れたわけじゃないし、トム生き残ったんだろうな。ちなみに怪しい点があって、じゃあ、あれはごめん、あれはごめん、ごめんって言ってたのはあるから。じゃあ2つ抜けるよね。2つ抜けるんだよ。さすがに使っていいです、さすがに。おー、じゃあお疲れ様でーす。で、暇人で、あと待てよ。ヴァンパイアがなしで、クリーナー残りで、この殺し詰めればいいかな、次。この殺し詰めながら、言い訳させてほしい、言い訳させてほしい。あの、言い訳って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 言い訳あれ、バイタルビルの全然慣れてなくて、ちょっと待って、デノムさんたちが来る10秒か20秒ぐらい前に右下の赤い人確かに死んでたんだよ、多分。で、俺が釣られたのにこいつこんな焦ってんの。それな、確かに。いや、あれは普通に投資したと思って、ちょっと待って。これなんかさ、暇人対抗なはずなのにさ、なんで自分の勉強をまだ続けるの。いや、あれ、これ、仕事終わったからもうまずいと思って。で、この殺しを詰めつつ、陽子一を継ぐ感じだね、陽子がいるからね。次から。そうだね。うそー、あんなそこでボタン押されたら終わらなかったやん。長月さん、誰が、あれだと思う？誰が、キツネだと思う？協力してあげよう。って、あの、なんかさ、ベノムさん噛んでみて。大丈夫、まだ大丈夫だから。なんで直さないのこれ。おぉ。ヒマジンさんって結局、クリーナー位置なの？あのね、ゲッサーだと思うよ、さすがに。あー、でもわかんねえ、これ。霊媒の人いる？あ、てか役職も全部出てほしいんだけど。あ、いや、どうだろう。いやー、どうだろうな、これ。難しいよね。暇人をどう見るかだよね。どっちかっていうと長月の方がでもクリーナー位置ではあったんでしょ。いやじゃあ僕がやらかしたのはバイタルを言っていたにもかかわらずバイタルで死んでないって言ったっていうそのあれだけで。なるほどね。トーマス君ってさ役職まで行ってたっけ。インポスターって言ったんだっけ。いや言ってて、ああそういうこと。インポスターって言った。いやインポスター、うん、まあ、確かにキツネ探した方がいいか。だからすいません、僕霊媒師です。お、霊媒をね無駄打ちしちゃった。2個使えること知らずに、あれなんか霊媒マークもう1個あるぞって思ってカチッて押したら、多分クルーメイトですって言って、1個目はナッシーがヴァンパイアです。あ、一応確認でナッシー。分かるのか霊媒って。うわー、もったいないな。そう、多分クルーメイトです。まあ、でもそれ2回使ったからもう使えないよね、どうせ。うん、もう無能力者です、うん、そしたらまあ俺アサヒベノム。暇人が結構この殺ししてる可能性もなくないんだよね。そのアーカイブにいたから、この。ああ、そういうこと。長月が黒かどうかまだ考えてる。そういうことね。長月が黒じゃないことも全然あるよ。あ、そう。多分がでも死んだタイミングってさ、
は暇人が混同してると思うんだけど、クリーナーとか関係ないから、あれ結構通報入ってたのタイミング的に。いやでもベノムさん、これベノムさんのこのアイコン見て俺新日なんで、ベノムさんは釣りません、馬面さん釣りますね。クンさんでいなかったらインさん止まりすぎるし今日やべえよ。馬面は新日じゃないんだ。どうだろう、イニさんむちゃくちゃ言うな。思想斜めに偏りすぎやろマジで。馬面さんが黒っぽくないんだよね、大丈夫なんだよ。いやこれベノムさんすごいな、なんかガードだな、ジャパニーズガードだこれ。ジャパニーズがガードしてる。なんだそれ、勝手にガードされてるだけだろ。え、でも、これでもう、釣って終わりとかじゃないの？わかんない、ガチでどっちがどっちか。いやー、みんなと一緒に動いてればよかったー。あ、押せるんだ。あ、押せるんだ、これ。押せたね。で、黒位置を最終的に詰めなきゃいけない。そういうことなんですよ。これ的に、どうしよう、長月か朝日かわかんねー。まあでもベナムさん黒位置ではないよね。俺だってナッシー、うん、ナッシー釣ってるから。もう暇人か長月、うん。違うと思う。本当に長月ぐらいしか、なんかこの中で誰が一番黒いですかクイズ出したら。長月さん。ただ長月ってずっとあそこにいたの。うん、ずっと、いや多分コノが消された瞬間は多分からはより前にはいた。って言えばいいのかな。だからつまりベノムさんたち目線で、ベノムさん目線でコノが見えなくなったタイミング以降ぐらいからっていうべきかな。長月がインポスターであんなにずっと割と見てるかなっていうところはあるのよ。ほうほうほう。またイビルゲッサーだったら最後まで生き残るためにあるけど、何が残ってるかなんだよなこれ。確かにな。いやー、わかんなすぎる。まあ、どっちが黒いかって言われたら、やっぱ長月さんの方に天秤が傾く、自分目線は。まあ、いや、まあ、あれはそうなんですけど、診察室のあれはそうなんですけど。診察室のは、ただのミスだとは思ってんのよ。ああ。いや、わかんない。どっちがどっちかなんだよな。最終的に任せるしかない、これは。まあ、長月に入れるか。朝日に。僕は朝日に入れ、途切れた。どうだろうな。よーしよ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 し、勝てた。あぶねー。あ、今日から僕、半日です。半日、今日から半日です。え、ちょっとね、ありがとうございます。イーさん、尖りすぎね、今日尖りすぎだって。はい、尖りすぎ。あ、あと多分色変えたわよ。コノとほぼ同じ色。オレンジしよう、オレンジ。ちょっと黒いぐらい。今度ベノムさんと一緒に。もうちょっとオレンジしよう、もうオレンジ、オレンジ。これとかどうすか。オッケー、じゃあ、それぐらいでいい。会社に。てか、青多すぎだろ、これ。ちょ、マジ、青い、ちょ、トムのね、見せてない。やばい、顔だけじゃ多すぎ。優しい。色選び誰か。トーマス君に優しくないな。こんにちは、こんにちは。解禁でにしか聞こえないんだよな。イニさんだ、イニさんだ、こんにちは。イニさんと一緒に行こう。こんにちは。アリさん、アリさん、はい、ここ噛むチャンスだよ、ここ噛むチャンスだよ。え、マジ、噛む。めっちゃ奥、めっちゃ奥。これも噛む。噛むチャンス、めっちゃ噛むチャンス。タボン。はいはい。よかった。トム、色気持ち悪いな、なんか。いや、なんかさ、他の色と被らない色探してたらさ、なかったんだよね、何も。うわぁ。誰も来やんし。ん？ああ、今ここから出てきたってところか。すー。なんで治らない？なんで治らない？あー、治った治った。えらいえらい。頑張ったね。あ、アリアン生きてる。馬さんも生きてる。びっくりした。いや、俺なんか馬さん金庫室から出てきたからさ、金庫室まず見に行っちゃった。あ、金庫室下いなかったです。人を信じる気持ちを持たない人間がいる。おい、俺絶対トーマス君とかだろ。絶対死んでる。これマジ、2、3人五輪中になってる。あー、すごい止まってるタスクしてそうだな。え、やっぱりな？おい、別れの言葉はなしか。I wanna know you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 。 え、何今のトーマス君の動き、ちょっとすげえ怖いんだけど、なんか、え、なんか僕のつけられたバイバイ大丈夫これ。やる、歌うのをやめる。
イマジンが、長月さっき長月死んでる。あ、トーマスくんにつけられたかも。トーマスくんかも。トーマスくんにつけられたって言ってたわ。なんか長月かもみたいな。あの、その前に、はい。イマジンが、原子炉なる10秒ぐらい前に死んでる。ほうほうほう。なるほどね。その時トムと一緒にいたよ、ナッシーは。うん。いや、長月詰めれる。長月詰めれるよ。あれイマジンが、原子炉なる。バッパイやって。よく殺せるんですか。ちょっと待って。なるほどね。え、ヴァンパイアってよく殺せるんですか。なんかヴァンパイアじゃなくて殺せるのってそれトーマスくんしかおらんくない、違うかな。あと右って誰かいた、トーマスくん。いなかったね。いなかったらトーマスくん釣るしかない気がするな。いや、治ってすぐアーカイブ出てシャワー室で多分を見てそのままメインまで行ってる。多分強気だね。え、おなんかすれ違いましたね最後。ヴァンパイアって何秒。いやマジでさっきだからな。ヴァンパイアの秒数は変えてます、ちなみに。ほう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 。先に言えよ。それなんで上前々回ぐらいの試合に行ってるよ。何秒ぐらい。何秒ぐらい。ですね。なんで覚えてねえんだよ、しかも。12.5 秒ぐらいにしといた。じゃあ全然トーマスくん長月は全然あり得ると思うよ。ああね。あり得るな。ああ。まあ、あり得るってか、他に方法が多い。トーマス人がいないなら仕方ないけど。トーマスくん連ねも送ってて、いや、幼いからね。ヒマジンさんってちなみに右の方ではだから、ヒマジンは原子炉なる10秒前ぐらい。原子炉なる10秒前、どこにいたかって話だ。冷たい。え、そこはどうだったんだっけ。決めきれない、20秒だからもつる人決めない、うん、ああ、そうか。この目線はトーマスでしょ。トーマスくん長月が疑ってたならトーマスでいいんじゃないの。釣っていいと思うけどな、うん、もう一回話したいな、ちょっとヒマジンの方の。まあトーマスするでいいんじゃない、はい、うん、入れよっかな、じゃあ、okay. まあ一応入れて、はい、ちょっと雑だったなぁ。まあ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 、ちなみに僕はもう役割何にもないクルーメイトなんで、僕の命は軽いもんだと思ってください。おい、ガイド終わると思ってか。まだ嫌がらせをしてやるよ、ひともちゃん。うっさこいつ、あ、閉めた。重なるな、お前ら。ほう、死体なし。ほう、死体ない、ね、まあ、これで、まあ、霊媒がトーマスくんの色見るって感じじゃない多分。確か、でも霊媒出れなくない。出る、いや、まあ出る必要ない。だから黒だったら出なきゃいいんじゃん。いや、うちに霊媒、あ、でもそっか、無理だな。どうだろう。俺どっちの方が無駄にあるかわかんねえな、これ、うん、黒1落ちてんだったら、もう最悪。の爪ね、じゃあ、うん、爪爪爪、普通にで10秒前に死んだんだったらトムとナッシーは絶対違う、一緒にいたから。はい、うん、他は自分ね、ちょうど一人で歩いてたんだよな、浮いてる。でも10秒前に最後どこにいたんだ。ミーティングルームだって押しに行ったのイニンでしょ。いや、馬空じゃね、馬空だっけ、うん、自分証拠機だったり、うん、最初は僕だよ、うん、展望デッキでアップロードしてた。みんな結構孤立してる感じかな、これ。うん、キツネがいるから誰か釣ってもいい、釣ってもいいけどね。他のベノムさんはあれメディカル？俺診察見ててって感じ。うん。タボンは？電気室でレバーで遊んでて、ほうほうほう、最後シャワー室でトーマスさんとすれ違いました。ほう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 。なるほどね。佐久間は聞いたっけ？あ、え、いつの話だっけ？決まり長月が死んだ時、10秒前というか最終位置。これどこいたっけ？俺多分。あれどこいたっけ。え、朝日ちょっとすまんが役なかったら情報落ちないから最終的に残った時にマジで辛いんだよねこれ。え、これない、え、自分の役言うの。いやいや、あるんだったら、あ あるかないかでいい。あるオッケー。誰か釣った方がよくねこれ、うん、大丈夫、朝日指定してくんね。まあ、右側で会いたいと言ったいけど、ナッシー以外で、いや、指定しろ、あと3分。早く、ああ、じゃあ、トムで。トムいたよ、誰かと、ナッシーと一緒にいたよ。え、タボン待って、タボン1票で釣られたぞ。誰が入れた、タボン。え、タボン誰が入れた、タボン誰が入れた。アリエヌさんキツネ、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 これ誰が人狼か分かんないけど、適当にほら、言い分ける。みんながどういう動きしてるか調べてるのかな。逆方向行ったやつ怪しいもんな。ナッシー最後投票した。投票もしたよ、ナッシー。あ、そう、じゃあナッシーだな。わかるな、どうかな。自分右行くよ、はい、またね。
アリエヌ一緒に来て、アリエヌ一緒に来て、アリエヌ一緒に来て。上がって、上がって、さっき。やばい、気持ち悪い。なんか気持ち悪い。うっ、アリエヌさん噛んでた、アリエヌさん噛んでたんだけど、やばい。ナッシーが噛んでた。ナッシーが噛んでた。マジで目の前で噛んでた。ナッシーが噛んでたよ、さっき。ナッシー噛んでたよ。じゃあ、ナッシーでよくね。ナッシー行きますか。ナッシーはナッシーみたいに言ってたしね。じゃあ、アリエヌさん白一か。え、ちなみにこれ通常髪ってことだよね。通常通常。普通に噛んでた。これ、どういうことなんだろう。あれかって感じか。バンパイは本当にトーマス君なんかな、じゃあ。もうちょっと。え、てか、もう、霊媒。を出して、まあ、もういいんじゃない別に出しても。うん、もう狐探さないといけないもんね。あら。じゃあ僕、霊媒師です。まあ、俺なし。トーマス君、ヴァンパイアだったよ。あ、オッケーオッケー。ナイスすぎるけど。じゃあ、コノは多分白だね。あの、インポスターではないと思う。そうだね、釣ってるからね。ほう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 。まあ、ヨウコの可能性はなくはないけど。まあ、死んじゃうよね。うん、あと1、どうこうかな。あと1、ヨウコを狙うべきなんじゃないかな、黒目線どうなんだろう。ああ、まあ確かに。そうだよな。裏でそっちの方でも。ね、ナッシーね、ちょっと幽霊の声が聞こえてたんだよね。で、幽霊の声を聞くからに、アリエヌさん釣ってっていう声が。やばっ、ね、やばすぎ、お前。適当でしょ、そうそう。え、俺、そうだよ。いや、全然違うじゃん。アホ、ね、引っかかったの、ナッシー。お前は、バカだ。俺の嘘情報にお前はもう引っかかっている。アリエヌ・ヒヨーコか。じゃあ自分か朝日くんかベノムさんか、ね、このかってところかな。で、朝日くんでも待って、これもう一人釣れるじゃん。ちょっと待って待って、2、4、6だから。あ、本当だ、釣れる、もう一人釣れる、もう一人釣れる。いや、これもう死んだから、朝日くん役持ちだから、朝日くん、うん、朝日進行していいよ。で、アリエヌが白だから、アリエヌ白、私も、まあ、一応トーマスくん釣ってるけど、私もイニンベノムどっちからね。違う、今キツネ釣ったんだから関係ない、それは。まあそうだね、だからコノも全然釣り候補になる。いやでもキツネ置きで違う、まあ、私はそうだけど、私目線はあと2人、アリエヌはだってキツネで、あれなん違うんだから。エビルゲッツは抜かれたけど違う、うん、抜かれて違うから。アリエヌが一番白いんだよね。あの、インポスターでもないしキツネもないから、あ、まあ、アリエヌ以外、朝日、アリエヌ以外誰を釣りたい、アリエヌさん。待ってね。まあ一応私も。はい、遅い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 。ベノムさん黒っぽいな、今の。通信妨害直しに行かないのか。ベノムさんだってボタン使ってなかったっけ。あ、んと。あー、これは、キツネが生きていればキツネの勝ちですが、僕は多分ベノムさんだと思ってます、これ。え、ちなみにこれキツネ生きてますか。これキツネ生きてたらキツネ勝ち盤面なんで。ミニさんは違うの。そう、キツネじゃない。いや、まあ、キツネじゃない、うん、まあまあまあ。で、アリエヌがキツネじゃないとしたら、もう、アリエヌ目線、イニンなの。俺だよ、あれ、イニンさんだよ。え？じゃあもうイニン、あの、キツネ、つって終わりって感じじゃない？あ、キツネじゃないよ、ラスルつって終わりじゃない？アサヒくんが、君たち、いいよ、俺にアピールして、どっちが勝ちたい？あ、アリエヌさん、何、キツネなの？え、アリエヌキツネ？違う違う、俺、あれね、なんでわかるかっていうと、俺さ、実は占い師だったのよ。で、はい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 、ベノムさん怪しかったから占ったの。そしたらベノムさんがインポスターで出て、で、そうすると、はいはいはい、イニンさんしかいないんだよ。いや、あの、アリヌさん、んえ、アリヌ、キツネは釣ったら即ゲーム終了ではございません。自分、村です。これ、あの、このニートブの、まあ、ローカルルールみたいなやつがあって、キツネ、オオカミ、村になったらいつまでも勝負がつかないんで、基本的にキツネの勝ちにして終わりましょうっていうルールがあるんですよ。そうだね、で、この時点で、まあ、僕がキツネ使用して終わりにしましょうって言わない時点で、あ、そっかそっかそっか、あ、じゃあ、皆さん黒なんです。なんか、アリエヌの視点がバグってんのが投票入ってるはずなのに。あ、ちなみに、あのね、ずーっと、あの、生きてる人がいるんですよ。バグで。マジ？俺の視点では。生命力強いやついるんだな。ずーっと生命力強いゴキブリみたいなやつずっといるんだよね、俺の視点。ゴキブリ？まさか、すげえ邪魔だった。声も聞こえるんだ。声聞こえてる、長崎の声届いてんじゃん。え、ベロムさん、いや
これは面白い。気持ちはどうですか。もうやめようかな。アモンガースもやめよう。そもそもの問題としてナッシーはなんで噛むの。ナッシーにあのタボンに入れたって聞いたら、うん入れたよって言うから、こいつ人狼だなって思って、人狼だねって言ってなかったんだよな。ジジイ、あージジイ、ジジイ。